皆さんこんにちは、トミーです。それではソングオブホラー前回の続きからスタートしていきましょう。はい、今回からですね、キャラクター何人か選べると思うんですけど、ダニエルの元恋人のソフィーさんでいきたいと思います。それでは始めていきましょう。さあ、やってきました、ソフィーさん。ちゃんと見つかるといいな。このゲームは一回キャラクター死んじゃうと生き返らないんだよね。なんか後ろに車があるということは、ダニエルは家の中にいるはずね。それともこの子のプログラムいつ壊れたのかしら。三輪車。なんかさ、懐中電灯じゃないってとこがまたちょっと怖いよね。ライターなのかな。それさ、あんまり明るくないんじゃない。新聞はほとんど読めないって。発射当て。The door was open. Is there anybody home? さっきとあれか、ダニエルの時となんかこう変わってないんだね。この屋敷にはワニを放った堀の方が似合うわ。ここトイレだったよね。カーテンが開いてる。指紋がついてるって。なんか夜なのがもっと怖いよね。あ、ここ入れるようになってる。リアルエデルマンの悲しみは風に乗って、愛らしさと哀愁と不気味さが同居している。これはスーツケース。さっきもあったよね。怖いな。ここは何？自転車がある。あー、バイクなんだ。バイクにしてはタイヤがでかいね。これ何？あ、ボイラーの使い方？これ絶対ヒントになってるよね。これがボイラーなんだ。あ、電気来てないんだね。あ、なんかあるよ。古い金属製の箱。え、どうやって開けたらいいの？ヒューズが入ってるんだ。蓋はネジで固定されてる。じゃあなんか探さないとじゃない？マイナスドライバーないんだ。どっかで探さないとだよね。この部屋はなさそうだね。
どっちから行こう。迷っちゃう、怖いよ。開かない、鍵なんだ。ちょっとほっとした。あ、ここも鍵がないとダメなんだ。壊れてる時計だよね。あ、キャサリンの手紙だ。変わり者の夫へ、あなたの鍵は書斎の机の一番上の引き出しに入れておいたわ。最近子供たちがすごく神経質になってて、そのことについてはあなたが戻ったらすぐ話し合いましょう。見つからないところに隠した方がいいと思ったの。前回あれだよね、ダニエルが見たあの机かな。戦争の時の絵が飾ってあるんだね。確かリビングだったよね。書斎に行こう。どこだったっけな、忘れちゃった。ん？なんかある。マッチ箱、なんか使うんだろうね。仕掛けみたいなのはない。ここは何？あ、そうだ、ここはあれだったね、あのご飯食べるとこだよ。なんかまだいまいち家の作りが分かってない。テーブルの下なら簡単に入れる、隠れる場所だ。確かここの部屋だったけど、とりあえずは書斎を探して鍵を手に入れないとかな。とりあえずはね、この部屋調べられるものは全部見るけど、あ、こっちに出てきた。I should take a look on this floor first. まだ2階は行けないんだ。この部屋から見てみよう。なんかいきなり先に進んじゃうとさ、なんかね、なんかこう武器みたいな足らないもんがあると困っちゃうから。いや、やっぱりソフィーは怒ってる。マッチを使えば火起こせない？あ、何か燃やすものが必要か。っていうか、明かり消せたんだ。びっくりしちゃった。
なんかいろいろボタン操作慣れないとダメだね。あ、ここだ、書斎。歴史小説が置いてある。あ、ここの机のとこだよね。引き出しの中に鍵が見えるけど、つっかえてる。なんか油みたいなのを探さなきゃなんだ。え、ここは何？ There's something on the counter. なんか音聞こえるけど、チリチリ。リンゴが腐ってる。ロシア語？これ何？パソコンかな？指輪？鍵の一部なんだ。え、じゃあこの先っちょはどこにあるんだろう。鍵になってるんだね。折れちゃったんだ。あ、サウルが描いた絵。なんかすごい不気味な。サウル7。7歳ってことかな。これだ。流しの下から水が漏れてる。危ないよ。なんかどうすることもできないかも。どっちから？こっちから入る？あ、鍵がない。何ここ、倉庫みたいなとこに入った。ジャムにシリアル。保存食ばっかり。これは？あ、オイルだ。そしたらさ、これで開けられるんじゃない？さっきの机のところ。いや、何？え、今の音はドアを開ける前に調べてみた方がいい。ドアに聞き耳を立てる。あ、三角で聞き耳なんだ。変な音が聞こえるかどうかってやつ。 What was that?何も聞こえないよ。ゴーって音。ドアの向こうには何もいないような。今後はまだ開けてないドアの向こう側に聞き耳を立てることができる。ああ、そうなんだね。なんか出てきちゃうんだ。 I didn't hear anything in there. とりあえず鍵を取りに行こう。書斎は地図だと。これね、使えばどうにかなるかな。やった！マスターキーだ。マスターキーだと、そうだよね、だいたいいろんな部屋を開けられるはず。何？俳句フォルダーだって。中身見らんないんだ。
だ。どうしよう。いや、怖いよ、出ない。私怖いもん。知らない人のうちにの電話なんて出ちゃダメだよ。出ないと済まないかな。あ、切れた。人の家の電話に勝手に出ちゃダメだもんね。なんか留守番電話でも入れといてくれれば嬉しいんだけどな。いろいろ鍵マークとかあるから、今手に入れたマスターキーで開けに行ってみよう。怖いもん。絶対聞き耳立てないと。Yes. 鍵選ばないと開かないんだね。大丈夫かな。なんかまださ、なんだろう、異常がある時の聞き耳との差がまだわかんない。いやちょっと怖い、地下。暗いよ。何これ、謎謎。何、ジュリアへ。このメモを見つけたんだな、おめでとう。これでパパが用意した謎謎を解くのに一歩近づいたぞ。パパがいない間、謎謎で楽しんでくれることを願ってるよ。あ、大好きな人形金庫に入ってるんだ。え、番号は、この家の住所の番号。サウルの年齢。2階の階段のすぐ横に飾ってある油絵が描かれた年の下2桁。まだ2階上がれないもん。飾ってない絵はこういったところに置かれてるんだね。地下倉庫みたいなところなのかな。高いワインが置いてあるって。え、なに、何？急に動いてる。これ何？何？ヒューズボックス。あ、ここにあれなんだ、ヒューズ入れるところがある。でもさ、開けなきゃダメだよね。マイナスドライバーがないと開かない。これさ、あれだよね、キャンドル置くと気持ちが落ち着くんだよね、確か。なんかドキドキが、ソフィーのドキドキが止まった。コントローラーがね、ドキドキするとちょっと振動するんだよ。じゃあ他の部屋も行ってみよう。他には鍵マークある。え？誰か泣いてる。やだ、やだ、怖い。
大丈夫？この先なんだよな。ここだ。大丈夫そうかな。泣いてた子がいるかな。ああ、もうほんと怖い。ごめんなさい。何回も聞いちゃう。え、何ここ。なんだ？何が入ってたんだろう。あ、何これ、薪だ。え、これで火がつけられるんじゃない。少しでもさ、明るくなった方がいいもん。早めにつけたい。よし、うん、これでマッチすれば。え、他に鍵使えるところ。あれだよね、ダニエルがいたところ。レコードプレイヤー。あ、調べられない。向こうからじゃないとダメか。何かテーブルの上に置いてある。なんだろう。あ、ドライバーだ。これで開くんじゃない。あれ、これどうやってやればいいんだっけ。組み合わせればいいのかな。あ、やった、ヒューズだ。これで電気がつくのかな。なんか張り紙もある。ジュリアとサウルのメモ。昨日また別のドアを見た。ダイニングルームの前を通ってた時、パパのオルゴールが聞こえた。中に入るとドアがあった。嘘なんてついてない。ママは知らないんだね。鍵穴には鍵が入ってた。もしまた見つけたらドアを開けたまま中に入ってみる。そうすればママも信じるって。ママはすごく怒っててジュリアを叱った。あのドアは怖い。鍵はドールハウスの中に隠して、5つの人形たちも隠す。あ、じゃあ人形も探さないといけないんだな、多分ね。ってことはさ、このドアはまだ入っちゃダメだよね。ん？何？え、やだ、何？え？ダニエル。え、何？いや、いや。いや、なんか出てる。何？いや、やだ。え、どうしたらいいの？え、何かがドアを押し
破ろうとしている。絶対に開けさせるな。力を貯めるにはボタンを連打してボタンを貯まる力がた、あーパニックならないで、R2 を押す。力の最大限まで貯めるのは効果的だ。リスクも伴う。絶対ドアを開けさせない。やだ。R2 が出たらすぐ押さないとだ。ダメ。まだなの？すごい。怖かった。今回はなんとかやり過ごすことができた。今のところ安全だが警戒を怠ってはいけない。これからあれか、聞き耳をちゃんと立てないと危ないね。Oh God! What the hell just happened? What was pushing that door? あ、ドキドキした。もういない？あ、この音なんだ。まだいる。なんかうめき声みたいなの聞こえるんだ。あ、怖かった。上に行けそう。行ってみよっか。